皆さん大変お待たせいたしました。足元の悪い中ようこそお越しくださいました。スライドモンスターズライブアットタワーレコードということで、まもなく、イベントを開催させていただきます。約1時間のイベントとなっております。その中に、ライブと、トークとサイン会とみっちり入っておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。なお本日のイベント中ですね、写真撮影、映像撮影、皆様のスマートフォンとかでしたら OK にしてあります。ぜひ、ハッシュタグスライドモンスター、あるいはハッシュタグスラモンで拡散していただければ幸いです。ぜひバシバシ撮ってください。そんなイベントここだけですんで、ぜひよろしくお願いします。ね、じゃあまずリーダーの中川英二郎をよろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。足元悪い中、本当はですね、上で7階これ屋上でですね、ビールでも飲みながらと思って楽しんでもらいたいなと思ってたんですけども、残念ながらこの天気でですね、ここでやることになりましたけども、短い時間ですけども、少しずつ、音楽を、演奏しながらですね、皆様の前でこのスライドモンスターの話もできればいいんじゃないかなというふうに思ってます。それではメンバーをまず紹介したいと思います。この人がなしではこのグループ、できなかった、ニューヨークから駆けつけてくれましたミスター・ジョアレシー。そしてオランダから来てくれましたブランダ・テマ、ベーストモン、ポップベーストモン、ああ、おお、オッケー。で、一人ですね、今譜面を忘れたと言って取りに帰った野郎がいます。ミスター・マーシャル・ジークス。この4人でですね、名前があります。スライドモンスターズという、グループを、作りまして、今年今、ツアーを回っておりまして、昨日、福岡から、帰ってまいりました。で、明日からですね、大阪、また川崎に戻ったりしていますので、徐々にそんなお話もしながら、進めていきたいと思いますが、まずは1曲、今日はですね、インストアライブということで、全部すべてスライドモンスターズアルバムの中から演奏いたします。ウップスという、これは本当だったらですね、その下のフロアの音楽でございます。マイク・マリエリが作りましたステップサーヘッドという、バンドのですね、それこそ、まあ、僕が20歳の頃に録音したあのブレッカー・ブラザーズでやった、時のマイケル・ブレッカーがこのメロディーを取ってました。それではお送りします、ウップス。
ジョーさんがちょうどニューヨークフィルで、来日した時に、一緒に、まあ、ご飯食べてちょっとハングした時のに、まあ、自分がずっとトロンボーン40層をやりたいと思って、まあ、構想を練っていた時に、まあ、彼に声をかけて、そしたらぜひやりましょうで、僕がやりたい音楽っていうのは今まであったような40層ではなく、本当にジャズとクラシックを融合したようなものをやりたいんですって言って、それならもっともっとじゃあでメンバーも含めていろいろ相談に乗ってもらってして、このそうですね、それから4年ぐらい経ってしまいましたね、やっとですね、まあ、本当に忙しいメンバーなのでコンサートを、ブッキングするということはもう1年がかりなんです。もう去年の、頭の頃からですね、この時期を狙ってですね、こういう形でコンサートをすることができました。で、コンサートするんだったらやっぱり CD を作りたいと思って今回のこの、まあ、CD に、至ったわけです。で、その際に僕が、まあ、僕も作曲をするしマーシャルもたくさん、いろんな、
スタイルでやってるんですけども、まあ、特に多分マーシャルさんを知ってるのはマリア・シュナイダーのバンド、そして WDR のビッグバンドで、そしてそれこそ WDR はですでですわ WDR では自分の、フィーチャーした全部自分の曲で、そして自分をフィーチャーしたっていうアルバムを作って、グラミーにもノミネートされたりとかっていうこともありますし、本当に作曲家として僕も大好きな、アーティストだったので、このグループのために書いてくださいっていうのが、次演奏する曲なんです。で、せっかくですので何か一言だけでもね、言ってくれますか。はいはいはい。just say something to this tune or any albums.Marshall Gilch. It was really great to be here playing with the Slide Monsters. This is a really awesome project that Adriel put together, and I'm really honored to be a part of it. And anyway, he asked me to write a piece for the group, and so I wrote this composition, and I tried to write a composition that would feature both the jazz side of the group and also classical side. So you're going to hear the opening section. Adriel and I are going to trade solos a little bit, and then the middle section is going to feature a beautiful melody by, well, I don't know if it's a beautiful melody because I shouldn't say it about it. It's going to feature some beautiful trombone playing by Mr. Joseph Alessi. And then the last section you're going to hear just a bunch of playing by all of us. And the piece is called Coalescence. わかりました。大丈夫ですか。後で Google でこうその音をこう全部こう字幕が大体わかってるんだね。はい、本当にこの曲を書くために話したことは、やっぱり2人のジャズメン、そして2人のクラシックのプレイヤーで、しかもその最初の方には、まあ、我々のトレード、こうソロの回しがあります。そして真ん中は本当に素晴らしいジョーのプレーの、セクションがあって、最後は、まあ、がっつり吹くというようなことを言ってました。早速ですけど聞いていただきたいと思います。コアレッスンス。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこのグループもちろんトロンボン4人ですので、あの実はコンサートで聞いている、お客様に聞いていることがあります。今日トロンボニストはどのくらいいますか？ Raise a hand under the trombonist. Who is a trombonist? Oh. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トロンボンがですね、こんなに世の中にいるとは思いませんでした。本当に、という形で本当にね、まあおそらくこのメンバーがそれをこう引き付けさせてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ僕のアイドルであります、このジョー・アレスさんにですね、せっかくですので少し何かお話をしてもらいたいと思うんですけども。Could you say something to the, for the audience? Yeah. This is great. Wow, so many people and Tower Records. I remember when I went to Tower Records, I was in high school, and the very first Tower Records in California on Bay Street. I remember, I was there. So now there's not so many, but in Japan there's many, still many Tower Records, so it's really great to see that. Anyway, this is a great pleasure to play with this group. It's very different from the orchestra life. Orchestra life is for trombone players is sometimes sleepy. But this you cannot sleep here. There's no way to sleep. So, and anyway, I love playing in the orchestra, but this is really special for me. And this piece that we're about to play, Trisense, is absolutely fantastic. Eijiro Nakagawa wrote a great, really a terrific piece. So anyway, and it's just wonderful to play with all these players, and it's, you know, for trombone players, it's a little bit like playing in a string quartet. String quartet plays all the time. They're playing, they have great repertoire. This is great, because now we have new repertoire from Eijiro and Marshall, and it's fantastic. So it's like, very much like playing in the one of the best string quartets. ジョアレスさんです。本当にかいつまんで訳しますと、彼がタワーレコードとの出会いは一番目に最初の1号店ですね、タワーレコードの1号店がサンフランシスコとベイストリート、イズ・ベイストリート、ベイストリートにあったということです。でそこに行ったのがまあ最初の、まあ、だからもう何十年も前ですね、高校生の頃つってましたからね。でそこから会って、こういう形で本当にここでできるのは本当に嬉しいと思いますということと、この、まあ、カルテットというのは非常に、まあ、珍しいというか、今までおそらくストリングスカルテットではたくさんのレパートリーがあったと思います。ただトロンボンにはやっぱあまりなかった。それを、まあ、僕とかマーシャルさんが、書いてくれたというのは本当に新しい、もしかしたら、まあ、こうイノベーションかもしれませんねっていうようなことを、ざっくり言うと話してました。はい、じゃあそれではですね、なぜ今、これを話したかというとですね、この曲実はすごい長いんです。ですのでおそらくこの曲が最後になってしまうと思いますので、自分が書いたのはおよそ10年前ぐらいになります。ピアノとトロンボのために書いた曲なんですけども、自分のために、自分が吹くために。でやっぱりクラシックのようなジャズのような曲を書きたかったんです。ですのでほとんど、まあ、その最初にオリジナルで書いたピアノとトロンボのための曲の でも譜面に書いてました。なので小説数が360小節あるような曲なんですね。あります。なのでどうなることやらと思うんですけども、ぜひ今日はですね、皆さんせっかくこのタワーレコードで CD を、お買い求めいただきたら、サイン会もするんですよね。しますね、はい。ですので聞いていただければと思いまして、今日この曲を選びました。それではお送りしたいと思います。トライセンスです。Thank you.
Thank you.
今日来てはいけてない人、行ってはいない人、いないはずだった人は、さっと隠れてください、その瞬間だけ。それ以外の方は、ぜひ手を挙げてですね、ちょっと、いや、少し、はい、この。前の若干、ちょっとだけで、下がってて。
いきます。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、いきますか。いきます。ワン、ツー、スリー。めっちゃ撮ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。おそらく最近おめでとうございます。本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手を。ブランドアテナブランドアレスイン感謝です。では3回の運びになりました。はい、はい、じゃあ3回の用意をどのように、すみません、進めていただいていいですか。はい、ではこの後このままサイン会に突入いたしますので、一旦サイドモンスターズの皆さんは避けていただきまして、じゃあちょっとサイン会の準備が始まりますので、サイン会の方は、こちら前で、机を用意いたしまして、乗せていただきます。先頭のお客様、こちらですね、後ろに一列に、お並びくださいませ。ただいまサイン会準備させていただきます。ありがとうございます。本日撮った写真、映像とはぜひハッシュタグスライドモンスターズ、もしくはスラモンで、ツイートしていただければ幸い。インスタグラムの投稿を上げていただければ幸いです。なお、スライドモンスターズはこのままツアーがあります。明日は大阪です。9日は川崎ミューザ川崎シンフォニーホールです。10日川崎、11日静岡、12日福井とツアーは、このまま続きます。ほぼ完売公演が続出しておりますので、ぜひお早めにチケットをご覧いただきますようお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。このままサイン会に突入いたします。